武蔵は、大日本帝国海軍の初代、カツラギ型の三番艦、三本マストの規模兼用の鉄骨木皮スループ。艦名は、旧国名武蔵国にちなんで名付けられた。この名を持つ日本海軍の艦船としては2世紀目。1884年に、横須賀造船所で寄港し、1888年に春、春工。1890年8月23日に、 第一種と定められた。はじめは、巡洋艦と呼称されていた。日清戦争には、新川方面警備や領艦と共に、大連、旅順、異海へ攻略作戦等に参加。1896年からは、東北地方、北海道及び、千島列島の警備等に当たった。1898年3月21日、三島海防艦に、類別された。 1897年からは、解剖艦席のまま測量任務に従事し、1925年に、かけて日本近海の水路測量に従事した。1902年5月1日、暴風のため、根室湾港で座礁し、7月17日から10月6日まで、横須賀造船省で修理を行った。日露戦争に際しては、津軽海峡警備に従事した。 1912年8月28日、東急海底で3頭が廃され2頭解剖艦に類別変更され、1922年4月1日に姉妹艦、大和と共に特務艦となった。1925年に発見された武蔵隊と同年に本艦が測量した手売島や吉利島間の武蔵水道は、いずれも本艦の名にちなんだもの。 1928年4月1日に除籍、7月6日に廃館第5号と過少。10月3日司法省に移管し、小田原少年刑務所三崎軽流宿泊船として使用され、1935年に廃船となった。日本海軍史第9艦、第10艦の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。近代デジタルライブラリー。 ありがとうございます。